情報をお伝えする紀の国21。今週も始まりました。脇谷佳奈子です。三浦紀美です。よろしくお願いします。今日は三坂知事がさまざまな分野で活躍する方をゲストに迎えてお送りする知事と語るです。今回は和歌山にもゆかりの深いこちらの方です。今回のゲストは花王株式会社代表取締役社長執行役員の澤田道隆さんです。澤田さんは1981年に入社、一貫して研究開発畑を歩み続け、2012年代表取締役社長執行役員に就任しました。家庭用製品分野から工業用製品分野まで、暮らしに役立つさまざまな製品を生み出す花王株式会社、その背景にあるものづくりへの思い、そしてさらなる産業振興に向けた鍵とは。今回はものづくりへの希望と挑戦をテーマに知事と語ります。それでは澤田さん、そして三坂知事、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて澤田さんは、私たちの生活に欠かせない日用品の最大手である花王株式会社の指揮を取っていらっしゃるわけなんですが、そもそものスタートが和歌山だとお伺いしました。そうなんです。私1981年に花王に入社したんですけども、最初の配属先がこの和歌山の事業所で、化学品関連の研究所に配属になりまして、そこでもう今は辞めてるんですけども、靴底用のポリウレタン材料という研究を9年やりました。でそれから同じ和歌山で、今度は素材開発の研究所に移りまして、そこで14年間、我々 のいわゆる家庭用商品、家庭用製品の、材料開発を携わったということで、和歌山には23年間お世話になったわけです。それから栃木、東京といって、研究開発部門の副統括をやった後、今現職になってます。花王での経歴の多くを和歌山でお過ごしになっていらっしゃいますよね。そうですね。今入社して以来35年、で経営には5年間携わりましたんで、30年間研究と、そのうちの23年間和歌山ですから。お家も今留守作もこの和歌山にありますんでね、私大阪出身なんですけども、この和歌山っていうのはやっぱり第二のふるさと以上 の存在だと思っています。さてその花王株式会社なんですが、良きものづくり、そして絶えざる革新というのを基本理念に掲げていらっしゃいますが、まず良きものづくりという、それに込めた思いですよね。そのあたりはいかがですか。まず我々ものづくりの基本というのは、いかに社会に役に立つかと、そういう商品とかサービスが提案できるかというのを基本に置いています。それで、そういうスタンスから考えますとね、この良きという言葉に込められた思いというのは結構たくさんありまして、一つはやっぱり社会的課題、いくつか環境、健康、高齢化、衛生等の社会的課題に少しでも役に立つこと、それからやっぱり安全安心が確保されていること、これも重要、良きという意味でですね。でもう一つはやっぱり消費者顧客の方々にできれば驚きとか感動とか、それ気づきとか、そういうのを与えられるような、そういう価値を盛り込んだ形で商品サービスを提供する、そういう意味での良きっていうのがあるんじゃないかな。ですから良きに込められた思いっていうのはものすごく深いものがあるわけですね。そしてもう一つの理念でもあります、絶えざる革新ですよね、それも良きものづくりに関わっていることなんでしょうね。絶えざる革新というのは2つありまして、1つはやっぱりこれまでになかったようなものを生み出す、いわゆるイノベーションですね、あるレベルからポーンとこう異次元のところに飛ぶ、こういう革新を続けるということもありますけども、もう一つは改良を積み重ねていって、そして振り返ってみると非常に大きな革新になっているという場合もあるんですね。ですから我々絶えざる革新の裏には絶えざる改良というのもありましてね、例えば濃縮の粉末洗剤、アタックを1980年代に出した時には、多分大きな箱がちっちゃくなって、いろんな意味で非常に洗浄力も上がって、ポッと飛んだわけですね、あれから毎年1年に1回以上の改良を積み重ねてるんですね。1年に1回、ですからこうあるレベルまで一気に飛んで、
それから改良を積み重ねて、はい、例えば5年10年15年経った時に振り返るとさらに高い位置になっていると。これが逆に、価値をどんどん上げていって、それはあの世の中やっぱ変化していますから、はい、自分たちが最初に作ったやつで終わりっていうんじゃなしに、逆にそこがスタートで積み上げていくと、はい、これ両方いるんじゃないかなと思うんです。そういう意味では絶えざる革新というのは我々心に刻みながらやっていかないといけないですね。私もよくね、あの使わせていただいている時に、はい、ああ便利になった、ああ便利になったと思いながら、はい、最近もシャンプーの容器が変わられましたね。そうなんですね、はい、あの今あの我々、結構液体商品も増えてきましてね、はい、液体になりますと詰め替えっていうのがね、はい、環境に非常にいいということで、はい、プラスチック量の削減につながるんですけど、まあ、我々だけじゃなくって、はい、同業各社含めてですね、詰め替えに対しての工夫っていうのをどんどんやっていきましてね、はい、でどんどん詰め替えやすくなったがゆえにトータルの詰め替え比率が上がってきて、はいはい、まあ、カオグループではこの今年からですね、またシャンプーの詰め替えをよりコンパクトにして、漏れることのないように、特に高齢の方でもスッとこう、短時間で綺麗に詰め替えられて、それで廃棄できるという。でプラスチック量も 17% 減らしましたね。さらにいい形で今の詰め替えを進めていると。これも絶えざる革新で、まあ、改良を続けていってるという一つの、まあ、証じゃないかなと思いますけど ね、 ね。さあ、はい、先生、今までの良きものづくりを、はいはいはい、いやもう素晴らしいですね、はい、もうこんな立派な、会社、研究所工場をね持ってる和歌山ってのはね、もう幸せなんですよ。はい、やっぱり花王みたいにシェアナンバーワンになって、はい、そしてヒット商品も次々で出ている中で、その、ピョンと飛び上がるのも大事だけど、はい、改良も大事だっていう普段のね努力をしておられる、これはやっぱりすごいなと。だからこんなに会社も発展してんだなっていうふうによく分かりました。今知事からお話ありましたが、はい、和歌山事業場というこの顔全体での位置づけですよね。素晴らしい、大変な主力の事業場になるということですね、はい、そうですね、まあ、知事からもおっしゃっていただきましたけども、はい、この和歌山事業場というのは我々まあ、日本海外含めてですね、33の事業場それから拠点ありますけども、はい、やっぱりこの和歌山っていうのはその事業場の中でも、はい、基幹の事業場で生産研究含めてね、はい、やっぱりカオグループの母体になるところだと理解しています。はい、それからエコラボミュージアムというのが開設されていまして、はい、たくさんの見学の方も来られるようですね。エコラボミュージアムはですね、はい、我々2009年に環境宣言というのを行いまして、はい、まあ、環境問題に積極的に取り組む姿勢を示したわけですね、はい、でその姿勢とか考え方を具体的に示す場がいるだろうということで、この和歌山に、はい、2011年にエコラボミュージアムっていうのを開設いたしまして、はい、それで私たちがの顔グループの製品を使っていただくいろんな場面、例えば原材料を購入して生産、物流、うん、販売、それからご家庭で使っていく使用の場面と、あと廃棄の場面、トータルの、まあ、ライフサイクルというんですか、はい、全ての場面において我々がどのような環境負荷の取り組みをしているのかということを、はい、まあ、具体的に見学し体験していただく場として、はい、非常に我々重要な場としてこのエコラボミュージアムを作ったわけです。なるほど、子どもたちに分かるようになってるんですね。そうですね、これは私たちの製品をアピールする場ではなくて、環境問題ということを真摯に考えていただく場としてね、使っていただいておりまして、このもう5年経ちましたけども7万人以上の方々に、まあ、来ていただいている、非常にありがたいと思っておりますけど。さて知事、はい、先ほどもその和歌山事業場の大きな役割についてお話少しございましたけれども、はい、改めてその科学の分野でも和歌山というのはね、これまでもそうなんですよね。和歌山にその中小中堅の科学工業群があるんですね、うん、でこれが元は顔料を作ってたわけですけれども、うん、だんだんと各自それぞれ違うところに進化して、うん、なるほどね、で例えばボーイングの翼の接着剤作ってる人とかね、いっぱいいるんですよ。でみんなそれぞれその分野でエクセレントカンパニーなんで
ですね。じゃあ有機化学からどんどん発生して独自の、これもやっぱり先ほどの革新と改良をずっと続けながら必死になってやっておられると思うんですけど、このような産業群を持ってる和歌山っていうのは、まあ、なかなかのものじゃなというふうには思いますね。本当に花王というのは消費者ニーズに対応すると同時に環境に配慮する、ということも行っていらっしゃるんですけれども、これからさらなる成長に向けてはどのようになさるご予定ですか？そうですね、やっぱりものづくりの基本は、いかに社会に役立つ商品サービスを提案するかということをちょっとお話しさせてもらいましたけども、環境だけじゃなくって健康、高齢化、衛生含めてまだまだ社会課題に対して我々は取り組まないといけないことたくさんありますんでね、そういうことに真摯に向き合っていきたいと思います。やはりそういったところに向き合うということがこれからの成長につながると。そうですね、それを向き合うためには、やっぱり人の力を最大限に活用しないと、やっぱりそれを作り上げていくのは人ですしね、あと別の意味からいきますと、応援をいただかないといけないという意味からいくと、コミュニティっていうのが大切なので、例えばその地域の方々からもご支援いただくということで、やっぱり人っていう意味では我々できるだけたくさんの人を雇用して人材を育成していくということとともに、地域の方々と一緒になって我々の大きな目標に向かって取り組んでいくと、そういう意味ではこの和歌山という地でね、我々の母体となるような大きな研究生産やっていますんでね、たくさん知事からもご支援いただきながら我々進めてますんでね、ぜひともその環境だけじゃなくって健康高齢化衛生含めた、大きな取り組みをこの場から発信できればと思っていますけどね。さて、商品のレベルアップ、それから高度化というのも大事なんでしょうね。そうですね、我々止まることは許されないです。なぜかっていうと、いろんな変化が起こっていますから、消費者生活者の意識の変化、環境の変化、もちろん経済の変化、いろいろ社会の変化ありますんでね、とどまる、そこにいるということはむしろもうすでに遅れるわけです、とどまってるともう遅れるんですか？もう周りが回ってますからね。そうですね、もうそこに居続けるということはどん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 変化が取り残されるということですから、ある意味失敗してもいいですから、その変化を先取りした形で挑戦していくということが重要じゃないかなと思ってるんですね。なるほど。それぐらい最近は変化も早いですしね、であと我々ちょっとこのものづくりで注意しているのは、消費者とか生活者のこれまでの経験とか意識っていうのがずっと積み重なってますよね、でそれで物事の良し悪しを判断しますよね、これをずっとつなげていく延長線上には、少し我々の目指すものづくりはないんです、やっぱり少し上、半歩先ぐらいを行くと、そうすると感動とか気づきとか驚きが生まれてくるんですね、もちろんこの延長線上に沿ってきちっと商品を作り上げていくというのも重要です、だけどもやっぱり少しと、これあまり飛びすぎますとその良さが理解できないんですね。半歩先、それを可能にするのが、基礎研究だと思ってます。商品の研究というのも重要なんですけども、半歩先を行くためには、なんていうんですか、人とか体の本質を知るとか、あと、泡とか光とか繊維とか、いろいろ物事物質 の、本質を知るとか、これをずっと積み上げていくことによって、どこかでその半歩先の提案というのが、見えてくるんですね。でこの和歌山もどちらかというと、物に関わる物質に関わる、本質的な基礎研究ですか、基盤研究をしっかりやってるところですんでね、ここから結構そういう半歩先のものたくさんこれまでも生み出してきましたし、これからも ね、いい形で生み出せるんじゃないかなと期待してますけど、知事も産業振興には特に力を入れて取り組んでいらっしゃいます。花王さんとか、新日鉄住金とか三菱電機とか、そういうでっかいのはね、それぞれやっていただくで、足を引っ張らないようにする、これ結構大事なんですけど、そういうのが一番大事だと思うんですね。だけど中堅企業とか中小企業とか地場の人たちたくさんいるし、それからこれからまた
新しく企業を起こそうとする人とか、そういう人にはやっぱり政策の手っていうのは随分いると思うんですよ。だからまあそういうことを一生懸命やってますね。でその中でも先ほどちょっと言いましたように和歌山県っていうのは、ね、結構中小企業の層の厚かったところなんですが、どうやってこう成長してるかというと、結構こうアイデアがあって技術で何かを作り上げたっていうのが多いんですね。製造業の、オンリーワン企業って結構たくさんあるんですよ。だからそれをもっと伸ばさないといけない、ということで産業技術で産業振興していこうというのが一つの、大きな柱になってます。かつて、通産省でね、日本産業を育てた時の、手法でありますところの、ビジョンをこう示しながら、それに乗ってくる企業あるいは人には、もちろん自分もリスクを取ってもらうけれども、そのリスクが少なくなるようにこう助成をするとか、そういうことをしましょうっていう、そういう体験を持ってるんですね。でちょっと上の方では、先駆的産業技術振興、助成制度っていうのがありまして、中小企業中堅企業が少しこう長い目に研究したいで、数年がかりで、限度2000万円ぐらいにしてあるんですけど、そのぐらい の研究開発プロジェクトには助成をしましょうっていうの。で、もうちょっと小さくなってまいりますとですね、和歌山元気ファンドとか農商工連携ファンドとかがあるんですね。和歌山元気ファンド、元気ファンド、これは国の中小企業振興機構からお金をバカッともらって、企業銀行などにも出していただいて、県もちょっと出して、それでファンドを持ってるんですよ。でその上がりで少しずつこれは何でもありの助成なんですね。なんかイノベーションをやりたいと言った時は、規模は小さいけれども少し助成を差し上げますよ。そういうのは何がいいか、誰にあげるべきかという申請を全部そこのテーブルに載せて、それで専門家をいっぱい集めてきて、それでこれがいいんじゃないのって言って、上から順番をつけて合否を判定するんです。ですから初めから人になんてそんなことは決まってないんですね。それからさらにそれを支える、これはもう金融なんですけども、政策金融と、それから債務保証ですね、それは国の仕掛けでもありますけど、そういうのでこう支えていくと、いうようなこの流れを持ってますね。でその流れをこの、哲学づけるためにね、条例を作ってもらいました。新技術振興条例というのはそういう感じの条例です。そして各界 の有識者を集めて、産業技術戦略会議というのを作っていて、それで5年に1回かな、ぐらいの感じで計画を作っていくんですね。戦略計画を作っていって、それで、ターゲット産業を決めて、それで、頑張れと言ってですね、それで、今のような政策を中心とするような政策手段で助けていくと、こんな体系になっているんです。もちろん産業政策って他に販売促進とか、その他たくさんあるんですけど、技術で助けていくっていうのはそんな感じですね。また知事、和歌山から新たな創業っていうのに対しても、でちょっと和歌山で今少し問題になってるのは、新規創業とか、それから第二の創業ですね、これが花王さんはさっき聞いたらそれも連続ですよね。第二の創業の連続だと思うんですよ。つまり、改良と革新をずっとやるために一歩もとどまらないで頑張っておられる。だけどひょっとして中小中堅企業が、例えば2代目3代目ぐらいの人がですよ、お父さんお母さんの成功物語を潰さないようにして保守的にやろうとしてると、時代が変わってきてしょぼくれていく可能性があって、新しいのが出てこないとそれに変われない、その地域を盛んにするためにはまた新しい芽をつく足していかないといけませんね。それでどうするかというと、今なかなかその参入障壁が高くなってるんですよ。でそこでそれを補うために、ありとあらゆる人脈ネットワークを通じてファンド、それからベンチャーキャピタル、銀行、投資銀行なんとかって、そういうのをみんな集めてきてですね、それでそういう人たちが自分が育ててもいいという企業を選んでもらえるような仕掛けを作ろうとしたんですね。なるほどね。全部リスクは
自分では到底かぶれないので、あるいはかぶろうとしても無理なので、したがってそういう人に助けてくれ、でそういう人がお金も人もあの販売戦略その他もみんな出してくれて、それであのそのアイデアを育ててくれて、それでまあ儲かったらその人たちは多分 IPO をしてね、あの株を誰かに譲って、それで次のところへかかっていくわけですよね。でこういうメカニズムを和歌山でやるんだったら誰でもいいぞって言ってね、今ちょっと組織化しましてね、それであのこれからあのその選手ですね、あのプレゼンをして育ててくれという選手を今募ろうとして、それのセミナーなんかいっぱいやってるところなんです。秋ぐらいにその選考会やります。あのいろんな取り組みを、県ではしているわけなんですが、はいはい、どのあたりが一番ご興味惹かれましたか？まあ、やっぱり先ほども言いましたけど、はい、大きな変化ありますから、現状にとどまっちゃいかんということで、はい、やっぱり未来をいかに作るかということになると、はい、どうしても担い手は若い人の力なんですよね。そうなんですね。そうなんですよ。でちょっとね、私はまあ、和歌山全体少し人口が減り気味で、の若い力がね少しずつこう弱まらないように、はいはい、やっぱり知事には活気あふれたね、はい、形でこう いい形でこう回っていけるように、ね、はい、このたくさん の施策、うん、ありますから、うん、今聞いてみますとね、それをうまくこうつないでいってほしいし、やっぱり知恵がつながりますとね、新しい産業を生み出す力になりますんでね、まあ、ぜひとも我々美力ながらも、はい、なんかそういうところに積極的に参画をしてね、視察さできればと思ってますけど、はい、ありがとうございます。それとですね、澤田さん、花王グループでは、はい、海外市場における成長に向けた取り組みというのはいかがですか？我々は家庭用製品だけじゃなくて、まあ、ケミカルとかね、化学品の仕事もやっておりまして、はい、この化学品の仕事っていうのは、もうすでに海外売上高比率が 65% を超えている、すなわちもう世界でビジネスやってるんですね、はい、でこれはこう和歌山中心にここで培った技術を世界に広げていって、まあ、大きくなってきたんでね、はい、日本それからアジアそれから欧米、はい、この3極をうまく活用しながら、今後もどん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 世界に広げていきたいと、はい、で家庭品は残念ながらまだ 30% ぐらいなんですね。そうですか、まあ、日本中心なんですけども、あとアジア欧米ありますけども、はい、もうまだまだ十分展開できていない国がたくさんありますんでね、あ、はい、まあ、せっかくなら自分たちの製品 を通してやっぱりそれぞれの国地域に、はい、役立ちたいなっていう思いがありますんでね、ちょっと積極的にこれからも進めていきたいと思っていますけど、ね、はい、知事お聞きになっていかがでしょう、はいはい、和歌山の中小中堅企業なんかにとってはまず海外といったら売っちゃうっていうことなんです、うん、売るためには、うん、今見本市なんですね、うん、見本市ね、はい、うん、顔のような大企業になるともうネットワークがビシッとできてますからいいんですけど、日本の中小中堅企業が今まで伸びていったのは流通がものすごく機能してたんですね、うん、でいい商品があったら引っ張っていってくれる、ところがだんだんそこの機能が落ちていますね。で、かえって今度は見本市みたいなところで新しい関係を作っていくっていうことが、かつての世界は日本以外の世界はそうだし、うん、日本もそんな感じになっていくんじゃないかと思うんですね。でそこで海外の見本市そういうところにですねバーンと張ってですね連れて行って企業ですね、でそこでどうだっていうと本当に鵜の目鷹の目のバイヤーがやってきますから、そこでいい関係ができると結構輸出ができたり、あるいは最終的には現地と協力関係できたりしますね、うん、でそういうことを積極的にみんなやりましょうよと言ってですね今ちょっと進めてるんですけどね、まあ、そういうグローバルというか海外を考えるときにちょっと重要なこと2つあると思ってるんですね。それは1つはですね、日本で培ってきている技術、例えばその健康に関する技術ですとかね、はい、あと高齢に関する技術、まあ、ある意味高齢化の先進国ですから、ここで培った技術っていうのは必ずや世界に広がっていくんですね。そういう意味では日本の果たす役割も大きいと思ってますんでね、我々もそれに近いようなそういう研究それから事業をやってますんでね、ぜひともそれをきちっと確立しながら広げていきたいのと、もう一つは例えば洗濯なんかでも水の高度が違う日本と
例えば海外ではいろんな拠点で違いますよね、うん、はい、ですから日本でいい形でその洗浄力高く落ちても、うん、それをそのまま持っていっても落ちない、うん、まあ、そういう水の質もたくさんあって、うん、逆にそういうところで落ちるような仕組みを作り上げると、うん、さらに我々は その技術を逆にもう一回日本にリバースをして、うん、で我々のレベルをさらに上げるということもできますから、まあ、ある意味ビジネスを広げていくっていうだけじゃなくて技術のこうやり取りをしてどん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 高めていくという意味での、はい、まあ、グローバルな捉え方っていうのもあろうかと思いますね。我々現にもそういうふうにやってますしね。いや本当に素晴らしいお話をたくさん伺ってまいりました。ではですね、澤田さん最後になりますが、はい、第二のふるさと以上とおっしゃっていただいた和歌山県に対する期待と、それからテレビをご覧の皆さんへのメッセージをお願いいたします。はい、我々としてはやっぱり和歌山の輝かしい未来のためにね、まあ、カオグループとしても少しでもご支援申し上げたいし、逆に和歌山県と一緒になりながら産官学いい形での連携、うん、これをもっともっと積極的に我々も参画をしてやっていって、和歌山をですね、まあ、世界の和歌山になれるように、うん、それから先ほどおっしゃってた若い力がねどん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 活性化して大きな花が咲くように頑張っていきたいと思います。はい、カオグループ頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。今日は本当に貴重なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、知事と語る花王株式会社代表取締役社長執行役員の澤田道隆さんをゲストに迎え、ものづくりへの希望と挑戦をテーマにお送りしました。それでは今週のプレゼントです。はい、今週は荒川の桃を使った桃のジュレを5人の方にプレゼントします。では今週のプレゼントクイズです。今日の知事と語るでお送りしたテーマは1番まちづくり、2番ものづくり、どちらだったでしょうか。ご希望の方ははがきまたは紀の国21のホームページからご応募ください。はがきの宛先は郵便番号 640-8533 テレビ和歌山紀の国21の係です。応募の際はクイズの答え、お名前、住所、電話番号、年齢など必要事項を記入ください。締め切りは6月29日水曜日必着です。プレゼントの応募の際も番組へのご意見やご感想など一言メッセージをお願いします。お待ちしております。お待ちしております。続いて6月19日放送分プレゼント生姜チップスの当選者の発表です。はい、クイズの答えは1番観光でした。当選されたのはご覧の方々です。おめでとうございます。紀の国21、来週は今年度の知事表彰を受賞された方々の取り組みや功績を紹介するほか、新たな梅の品種開発についてリポートします。それでは今週はこの辺で失礼いたします。